はい、こんにちは、ちちちゃです。今回は E3 の放送で明かされた追加の新情報のご紹介と、ファミ通さんの開発者インタビューで明かされた新情報、まとめてご紹介したいと思います。まずはこちらから。ハンターランクの他にマスターランクが実装されました。こちらの画像の右上をご覧ください。ハンターランク60で、その隣に MR7 と記載があります。多分ですが、これ読み方はマスターランクじゃないかなと思います。今までのハンターランクとは別にマスターランクというランクが追加されるみたいです。この制度は過去作にはなかった制度ですよね。もうすでにハンターランクを999に上げ切ってしまった人も、引き続きランク上げが楽しめそうです。続きまして、お供レベルの上限が解放されました。今までお供のレベルは30が上限だったんですが、31になっています。お供の体力はレベル30で350なんですが、私有版ではレベル31で450になっていました。続きまして、新しいお供装備について。それでは新しいお供装備、早速防具から見てみましょう。防御力が90。現在あるお供防具の最大の防御力が60なので、90だと 1.5 倍ですよね。まずこちら、こちらはブラントドスの防具みたいです。非耐性値と雷耐性値が低いので、ブラントドスの属性弱点は1番に火、次に雷だと思われます。そしてこちらもブラントドスの武器です。氷属性が200ついてます。現状のお供武器と比べてもあまり差はないかなと感じました。どちらかというと遠距離攻撃が得意な武器です。見た目が可愛いですよね。そしてこちら、こちらはクルルヤックの武器かなと思ったんですけど、クルルヤックの上位のお供武器は楽器みたいな見た目ですし、名前も全然違うんですよね。武器の文章を訳してみましたら、寒冷地に進出するお供のための不可欠な武器、クルルヤックのような形とあります。なので初期武器になるんですかね。こちらも現状のお供武器と比べてあまり差はないです。また特に属性などもついておらず、遠距離攻撃が得意なようです。続きまして、クラッチクロー中のスタミナ減少についてです。クラッチクローでモンスターにしがみついている間は、ランスのパワーガードのようにぐいぐいとスタミナが減っていく様子が見られました。またフィニッシュに限らず、攻撃をするたびにスタミナは減ります。そしてクラッチの場所移動の時もスタミナは減っていました。モンスターハンターワールドアイスボーンでは、よりスタミナの重要性が高まるかもしれません。続きまして、傷についてです。傷をつけるとその部分の肉質が柔らかくなり、ダメージが上がるんですが、この倍率に関しましては、動画を舐め回すようには見たんですけど、爆破属性のランスで同じ部位に攻撃しても結構ばらつきがあったんですよね。なのでちょっとよく分かりませんでした。ただ傷がついてる部位に攻撃すると、ダメージの表記がこのように4隅を囲うような表記になります。これは分かりやすくていいですよね。続きまして、落とし物についてです。アイスボーンではスリンガーが非常に大事ということで、モンスターにクラッチクローすると落とし物としてスリンガーを発生させる武器種もあるんですが、この落とし物のスリンガーが非常に見やすくなりました。雪の中でどうやってスリンガーを見つけるんだと思ってたんですけど、こちらは見やすくて安心ですよね。あとこれはただの希望なんですけど、 E3 では私有版が遊ばれてましたが、これ我々も遊びたいですよね。一応 E3 にはイベルカーナは間に合いませんでしたとおっしゃってましたので、私有版にイベルカーナが登場する予定ということも分かりました。
つまり E3 以降も CU 版がどこかで出番があると考えてもおかしくはないですよね。もしかしたらですけど、全然確定ではないんですが、我々もお家のプレイステーション4で体験版が遊べるかもしれないですし、遊べないかもしれません。ただもし体験版が来るってなると、またモンスターハンターワールドをする時間がなくなっちゃうので、ちょっと詰めて頑張らないといけないですね。ということで E3 の新情報は以上です。続きまして、ファミ通さんの開発者インタビューで明かされた新情報をご紹介いたします。インタビュー内で開発の藤岡さんがこうおっしゃっていました。バフバロはモンスターハンターワールドアイスボーンのストーリーを進めていくと、結構早い段階で遭遇するモンスターなので、新たなアクションをある程度試しやすいバランスにしています。ちなみにバフバロは渡りのいて地にしかいないと思っている方も多いと思いますが、他のフィールドにも出現するんですよとのことです。どのフィールドに出るんですかね。乱入モンスターのような感じで様々な場所に出現しますとのことですが、見るからに熱いのには苦手そうなので、大蟻塚とか流血症とかにはいなそうな気もします。いやー、出るかな、どうでしょうね。一応イビル城とかバゼルギウスとかの位置取りとはまた別で、ひょっこりどんなフィールドでも顔を出す、そんなモンスターの位置づけになるそうです。またこういう情報もありました。ステージの実演では藤岡さんがお友達を呼んでいましたよね。あれはどうやってできるんですかというファミ通さんの質問に対して、藤岡さんは、実は E3 に出展中の体験版でもできるんですよ。キャンプにいるお供に話しかけると笛がもらえるので、これから使用される方はぜひ使ってみてください。お友達ライド中にアイテムを使えるのは便利に感じていただけると思いますとのことです。これは本編でもそういう感じになるんですかね。めちゃめちゃ気になります。続きまして、この質問です。最後に E3 会場へ足を運んでいない日本のファンに向けて一言ずつお願いします。藤岡さんのご回答は、もちろん国内のファンの方も意識していますので、何かしらのプロモーションをしたいと考えています。今後の情報発信を見逃さずお待ちくださいとのことです。そして辻元プロデューサーさんは、未発表のモンスターも当然まだいますので、今後も様々な情報を出していきます。まだまだ遠い未来に感じている方も多いかもしれませんが、残り3ヶ月しかないんですよね。続報も濃いものになりますので、どうぞご期待くださいとのことでした。これは期待できますよね。そしてあとたった3ヶ月しかないんですよね。頑張んないとな。特に何かしらのプロモーションってのが気になりますよね。以前のモンスターハンターシリーズでは、発売前に各都市で発売前イベントとかやってたりもしたんですよね。抽選で当たった人だけ会場に入れて試遊できる、お土産ももらえるみたいなのが日本で開催されてたりもしたんですけど、ちょっと残り3ヶ月だと申し込んで抽選で発送みたいなのがギリギリになりますから、そういうのはなさそうな気配もしますよね。となると、どこかの会場で開けた形で試遊会があるか、はたまたお家の PS4 でみんな試遊できるかのどちらかしか私はちょっと思いつかないんですよね。一体どうなるんでしょうか。続報を待ちたいと思います。あと3ヶ月もないんですよね。やばいな。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。またアイスボーンの新情報をキャッチし次第動画でお伝えさせていただきたいと思います。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。